健康人の正常な血液。中央に一つある細胞が白血球。正常な血液で白血球は赤血球の500分の1から1000分の1の数しかない。なお、各写真は見やすいように染色した画像である。染色しない白血球や養弱細胞は無色半透明である。急性骨髄性白血病の血液の例。 白血病では赤血球は減少していることがあり、逆に白血球が著名に増加していたり、血球の溶弱球が末梢血に出現したりする。この画像では白血病細胞が著名に出現している。なお、標本の作り方、観察方法によって顕微鏡写真像は異なるため、白血病の血液が皆、このように見えるとは限らない。白血病は、 血液の癌とも言われ、遺伝子変異を起こした増血細胞が骨髄で、自律的に増殖して正常な増血を阻害し、多くは骨髄のみにとどまらず血液中にも、白血病細胞が溢れ出てくる血液疾患である。白血病細胞が増血の場である骨髄を占拠するために増血が阻害されて正常な 血液細胞が減るため感染症や貧血、出血症状などの症状が出やすくなり、あるいは骨髄から血液中に溢れ出た、白血病細胞が様々な臓器に侵入して、障害することもある。治療は、抗がん剤を中心とした化学療法と、輸血や感染症対策などの指示療法に加え、難治例では骨髄移植や、 最大血移植などの増血幹細胞移植治療も行われる。白血病は、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病の4つに分けられる。日本血液学会では、白血病は遺伝子変異の結果、増殖や生存において優位性を獲得した増血細胞が骨髄で、 自律的に増殖するクローン性の疾患群である。白血病は、文化脳を失った、養弱細胞が増加する、急性白血病と、文化、成熟を伴い、ほぼ正常な形態を有する細胞が、増殖する、慢性白血病に分けられる。また、文化の方向により、骨髄性とリンパ性に対別される、陰陽、日本血液学会 日本リンパ網内経営学会編集、臓血器主要取扱い規約、金原出版、2010年、P2 としている。白血病は病的な血液細胞が骨髄で、自律的、つまりコントロールされることなく、無秩序に増加する疾患である。骨髄は、血液細胞を生み出す場であり、骨髄での白血病細胞の増加によって正常な、 増血細胞が増血の場を奪われることで正常な増血が困難になり血液にも影響が及ぶ。あるいは骨髄から血液中に溢れ出た白血病細胞が様々な臓器に侵入して障害することもある。白血病患者の血液中では白血病細胞あるいは病的な白血球を含めると白血球総数は著名に増加することもあるいは減少することもある。 しかし、正常な白血球は減少し、血小板や赤血球も多くの場合減少する。白血病の症状として、正常な白血球が減ることで感染症、赤血球が減少することで貧血になり、貧血に伴う症状、血小板が減少することで液出血症状などがよく見られ、また血液中に溢れ出た白血病細胞が皮膚や神経、 各臓器に浸順して、それらに様々な異常が起きることもある。白血病は年に10万人あたりおよそ7人が発症する比較的少ない癌であるが、多くの悪性腫瘍は高齢者が罹患し小児や青年層では極めて稀なのに対し、白血病は小児から高齢者まで広く発症するため、小児から青年層に限れば癌の中で比較的多い癌である。 増血の場である骨髄で、増血の元になっている細胞が変異したことによって起きるのが白血病であり、癌や肉種のように固形の腫瘍を形成しないため、胃癌や大腸癌などのように、外科手術の適応ではないが、抗がん剤などの化学療法には極めてよく反応する。十九世紀にドイツの病理学者、ルドルフルート・トビヒカール・ウィルヒョーが白血病を初めて報告して、 ルキミアと名付けた。かつては、白血病は、治療が困難で、自覚症状が現れてからは、急な経過をたどって死に至ったため、不治の病とのイメージを持たれてきた。また、白血病は、現代においても現実に、若年層での病死元の中で高い割合を占める、ことから、フィクションでは、かつての結核に代わって、現代において、ガンと並び、 若い主人公が罹患する設定になることが多い。しかし、1980年代以降、科学療法や骨髄移植、末梢血増血幹細胞移植、再体血移植の進歩に伴って治療成績は改善されつつある。一口に、白血病といっても、大きくは、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、 慢性リンパ性白血病の4つに分けられ、それぞれは病態は異なっている。急性白血病では増加する。白血病細胞は洋弱な血液細胞に、形態は似てはいるが、正常な文化、成熟脳を失い異なったものとなる。慢性白血病では1系統以上の血液細胞が異常な増殖をするが、白血病細胞は文化脳を失っておらず。 洋弱な血液細胞から成熟した細胞まで広範な細胞増殖を見せる。急性白血病細胞は血液細胞の洋弱細胞に似た形態を取り、多くの急性白血病では出現している。白血病細胞に発現している特徴が白血球系洋弱細胞に現れている特徴と共通点が多い細胞であるが、多くはないが赤血球系統や血小板系統の 洋弱細胞の特徴が発現した白血病細胞が現れるものもあり、それらも白血病である。血液細胞は分化の方向で、リンパ球と骨髄系細胞に分けられるが、ほとんどの白血病細胞も少しであっても、分化の方向付けがあり、リンパ性と骨髄性に分けることができる。白血病における慢性と急性の意味は、他の疾患でいう急性、慢性の意味合いとは違う。 急性白血病が慢性化したものが、慢性白血病というわけではなく、白血病細胞が弱弱な形態のまま増加していく。白血病を、急性白血病、白血病細胞が成熟傾向を持ち、一見正常な血液細胞になる白血病を、慢性白血病という。白血病の歴史の中で一般に無治療の場合には、 白血病細胞が洋弱な形態のまま増加していく。白血病の方が死に至るまでの時間が短かったため、急性と名付けられた。急性白血病が慢性化して、慢性白血病になることはないが、逆に、慢性白血病が変異を起こして、急性白血病様の病態になることはある。一般的に用いられる形容で、白血病を血液の癌と呼ぶが、 この形容は誤りである。漢字で、癌というのは、上皮組織の悪性腫瘍を指し、上皮組織でなく結合組織である血液や血球には使えない。ただし、血液の癌というひらがなの表記は正解である。ひらがなの、癌は、癌や肉種、血液悪性腫瘍も含めた抗議的な意味で、使われているためである。悪性リンパ腫や骨髄異形成症候群といった。 類縁疾患は通常、白血病には含まれないが、悪性リンパ腫とリンパ性白血病の細胞は本質的には同一であるとされ、骨髄異形成症候群にも全白血病状態と位置づけられ進行して白血病化するものもあり、これら類縁疾患と白血病の境目は曖昧な面もある。ルドルフ・ルートビヒカール・ウィル表試験館に血液をトリエンシン分離すると、 上に結晶、下に赤血球が分離し、中間に白血球を含む白灰色の薄い層が現れる。白血病では、中間の白灰色の層の厚みが増していることがある。19世紀半ば、ドイツの病理学者、ルドルフルートビヒカール・ウィルヒョウが巨大な皮脂を伴い、血液が白色がかって死亡した患者を調べて、 報告したのが白血病の血液疾患としての最初の認知である。ウィルヒョウの報告後、白血病は経過が比較的ゆっくりなものを慢性白血病、早いものを急性白血病と分類されている。1930年代には細胞科学的手法によってリンパ性と骨髄性に分類されるようになった。しかしウィルヒョウの報告からほぼ100年にわたって、 白血病に対する有効な治療法はなく、急性白血病は数週から数ヶ月、慢性白血病は数ヶ月から数年で死亡する死の病であった。第二次世界大戦後には抗がん剤 6MP が白血病に適用され、始めたが抗がん剤の種類も知見も少なく、血小板輸血や抗生物質も乏しかった1960年代までは、 死の病である状況は変わらなかった。1960年代からは、抗がん剤の種類、治験も増加し、抗がん剤やラシートダウノルビシンの多剤併用療法が開発され、様々な抗成物質も登場した。1960年代後半からは、抗がん剤の多剤併用療法の改良によって、白血病が治癒する例が増え始め、1970年代から始まった。 結晶板輸血などの支持療法の進歩もあり、急性白血病患者の70から80%は、一旦は白血病細胞が見られなくなるようになったが、多剤併用療法のみでは再発は少なくはなく、最終的には多剤併用療法のみでの治癒率は30から40%程度で頭打ちになっている。その後、1970年代から研究の始まった、 増血幹細胞移植が1990年代から本格的に適用され始め科学療法だけでは長期生存は難しい難治例でも増血幹細胞移植で2から6割の患者は長期生存が期待できるようになった。また急性前骨髄急性白血病で画期的な治療法である文化誘導療法の発見2001年には慢性骨髄性白血病の 分子標的薬グリベックの登場など、アマル M3 や CML、横が良い章にオールなどでは、大半の患者が救われるようになってきている。白血病は、前述したウィルヒョウが見た、死亡患者の血液が白っぽくなっていたため、ギリシャ語の白い土地を、ラテン文字へ開示したとから造語した、ルキミアと名付けたと言われる。ウィルヒョウが見た患者では極端に、 白血球が増加し血液が白っぽくなっていたと考えられるが、実際に血液が真っ白になることはなく、白血病細胞が極端に増えた例で通常は濃い。赤色である血液が赤から開白赤色になるだけで、ほとんどの白血病患者では血液の色は赤いままである。血液の赤色は赤血球の色であるが、赤血球が完全になくなる前に人は死亡するため、 血液が完全に真っ白になるまで生存することはできない。白血病によって貧血が強くなると血の色が薄くはなる。また同様に赤白血病でも血がピンクになるわけではない。一方、家族性、リポタンパクリパーゼ血損傷では血の中に中性脂肪が溜まり血が乳白色となるが、これは白血病とは呼ばない。 ちなみに健康人の血液を遠心分離すると、下層には濃い赤色の赤血球、上層には黄色みかかった透明の結晶に分離するが、中間にはやや灰色がかった白い薄い層が現れる。白い層をなす血液細胞をギリシャ語由来のを意味するレフコと細胞を表すサイトを合わせて流化水と白血球と名付けられた。白血球の一つ一つは実際には 無色半透明だが、多く集まると光を乱反射して白く見える。白血病患者のほとんどでは白血球あるいは白血球同様に無色半透明なが球が増加しているため、血液を遠心分離すると中間の白い層の厚みは増加している。白い層の増加の程度が甚だしいと血液の色も変化する。急性骨髄性白血病。 赤血球減少に伴う症状、血小板減少に伴う、液出血症状がよく見られ、他にも白血病細胞の浸潤による歯肉の主張や、時には大規模な出血もあり得る。さらに白血病が進行し、核臓器への白血病細胞の浸潤があると、核臓器が障害あるいは主張し圧迫されて様々な症状があり得る。腫瘍熱、骨熱、歯肉主張、 感皮腫、リンパ節主張、皮膚病変などや、白血病細胞が中枢神経に浸潤すると、頭痛や意識障害などの様々な神経症状も起こり得る。急性リンパ性白血病では、リンパ節、肝臓、脾臓の主題や中枢神経症状はよく見られるが、余るでは多くはない。ただし、これらの諸症状は、白血病に特有の症状ではなく、 これらの症状を示す疾患は多い。ゆえに、症状だけで、白血病を推定することは困難である。慢性骨髄性白血病では、罹患後しばらくは、慢性期と呼ばれる状態が続き、特に症状が現れず、健康診断で白血玉数の異常が指摘され、初めて受診することも多く、慢性期で自覚症状が現れる場合は、皮腫による腹部膨満や微熱、 倦怠感の場合が多い。ただし、慢性骨髄性白血病の自然経過では、数年の後必ず、移行期と呼ばれる、学級増加の中間段階を経て、急性転嫁を起こす。急性期では、学級が貯蔵し、急性白血病と同様の状態になる。慢性リンパ性白血病では、一般に進行がゆっくりで無症状のことも多く、 やはり健康診断で白血球増加を指摘されて受診することが多いが、しかし80%の患者ではリンパ節の主張があり、他人からリンパ節主張を指摘されて受診することもある。リンパ節の腫れ以外に自覚症状がある場合には、倦怠感、皮脂による腹部傍慢や寝汗、発熱、皮膚病変などが見られる。慢性リンパ性白血病の低リスク群では、 無症状のまま無治療でも、展示を全うすることもあるが、病気が進行してくると、貧血や血小板減少が進み、細菌や心菌などの日和未感染症や、自己免疫疾患を伴うこともある。白血病の検査では、血液検査と骨髄検査があるじになる。白血病の本体は骨髄にあり、白血病の状態を正確に把握するには、 骨髄検査が不可欠であるが、骨髄検査は患者にとって負担の多い検査であり、患者への負担が少ない血液検査も重要になる。血液検査でが急を明らかに認めれば、白血病の可能性は高い。抹消血でが急が認められなくとも、白血球が貯蔵していたり、あるいは赤血球と血小板が著しく減少し、非血液疾患の可能性が見つからなければ、 骨髄検査が必要になる。骨髄でが急の割合が貯蔵していたり、極端な過形性であれば、やはり白血病の可能性は非常に高い。急性白血病の骨髄では、が急の増加を認め、風分類では、骨髄の有核細胞の中でのが急の割合が20%以上であれば、急性白血病と定義するため、骨髄検査を行わないと診断を確定できない。 さらに骨髄内の有核細胞中のんぽ、陽性比率や、人食い的エステラーゼ染色や、免疫学的マーカー創作によって、急性白血病中の病形の診断を確定させる。CML や CLL でも、骨髄でのそれぞれの特徴的な骨髄像の確認は、重要であり、CML では、フィラデルフィア染色体の創作を行う。また、 白血病細胞の中枢神経への浸順の可能性や非肝臓腫、感染症などの白血病の症状を探るための初検査も行われる。急性白血病細胞は多くの場合、白血球の洋弱な細胞と類似した形態をとるため、崖級あるいは崖級様細胞と呼ばれる。血液細胞は大きくは、白血球、赤血球、 血小板の3種に分けられるが、白血病細胞は赤血球や血小板と違って有格であり、また赤血球と違い溶血剤に溶けず、血小板とはサイズが違うため、正常な白血球ではないが自動血球係数器で分析する、血液検査の血液分隔の中では白血球の区分に入れられる。急性白血病の血液検査では、 ヘモグロビンや血小板数は低下していることが多く、打球が認められることが多い。血液中の有核細胞が、多数の骨髄系打球と少数の正常な、白血球だけで中間の成熟段階の細胞を、書けば急性骨髄性白血病の可能性が高く、リンパ打球が多数現れていれば、急性リンパ性、白血病の可能性が高い。 下級から成熟した白血球まで含めた白血球総数は著名に増加していることが多いが中には正常あるいは減少していることもある。慢性骨髄性白血病では血液、骨髄の両方で学級から成熟した細胞まで白血球の著名な増加があり血小板も増加していることが多く慢性リンパ性白血病では成熟したリンパ球が著名に増加する。 急性白血病細胞は、分化能を失い弱弱な形態のまま、数を増やすため、骨髄は一様な細胞で埋め尽くされる。慢性白血病では、細胞は、分化能を失わずに、しかし正常なコントロールを失って自律的な、過剰な増殖を行うため正常な骨髄に比べて、各成熟段階の白血球系細胞が顕著に多くなる。骨髄検査では、 各細胞を細かく分けてカウントし、特に野球の割合と形態が重要になる。赤野球は通常では野球には含まれないが、赤白血病では、白血病細胞の半数程度は、赤野球と同様の表面抗原を発現するため、赤白血病を疑われた時のみ、野球に赤野球を含める。健康人の正常な骨髄。正常な骨髄では洋弱な細胞から成熟した。 細胞まで各成熟段階の多様な血液細胞が見られる。有核細胞の中で中央の一番大きい細胞がこの中では最も洋弱な細胞であり、左上の細胞が最も成熟した細胞である。急性リンパ性白血病の骨髄。急性白血病細胞は分化能を失ってタンクローン性の増殖をするため、骨髄は一様な細胞で埋め尽くされる。 急性骨髄性白血病の骨髄。急性骨髄性白血病の骨髄も一様な細胞で埋め尽くされる。なお、各写真は見やすいように染色した画像である。染色しない、白血球や養弱細胞は無色半透明である。各写真の色の違いは、実際の細胞の色の違いではなく、染色や撮影の条件の違いによるものである。 慢性骨髄性白血病の骨髄。慢性白血病では、細胞の分化能は保たれるため、骨髄では、各成熟段階の多様な細胞が見られるが、正常な骨髄に比べ、白血球系細胞の密度は濃く、また様々な異変もある。2004年における10万人ごとの白血病による死亡者数データが死一人。 一人から2人2人から3人3人から4人4人から5人5人から6人6人から7人7人から8人8人から9人9人から10人10人から11人11人を超える世界のどの民族でも多い急性骨髄性白血病では世界平均の罹患率は10万人当たり年間2.5から3人と言われ日本よりやや低くなっている 若い患者もいる白血病といえども高齢者ほど罹患率が高いため、高齢人口割合が高くなると白血病の罹患率も高くなる。また、慢性リンパ性白血病は欧米では、急性骨髄性白血病と並んで、多い白血病だがアジアでは少なく、成人 T 細胞白血病は、カリブ海諸国、アフリカ中部大西洋沿岸諸国、及び日本で見られるなど、地域、 民族によって白血病発症の特性は違う白血病全体ではアジア人よりも欧米人の方が罹患率は高い傾向があるなど白血病の罹患率は民族や年齢性別によってその内容は異なる。なおその病気にかかったら罹患症状が出たら発症と区別されるが急性白血病の場合は罹患率と発症率には 大きな差はない。アメリカには多様な人種、民族が暮らしているため、国ごとに違う生活環境による影響を排除して、人種、民族ごとの遺伝学的な白血病の特性がある、程度推定できる。2005年国立がん研究センターのデータによる、日本の年齢別性別白血病理官率1997年の日本の統計では、 全白血病の発症率は年間に男性で10万人当たり7人、女性で10万人当たり4.8人、合計で年間に人口10万人あたり約6人程度と見られている。そのうち急性白血病が10万人当たり4人程度、急性白血病では大人で80%、子供で20%が急性骨髄性白血病、大人で20%、 子供で80%が急性リンパ性白血病で、全体としては3分の2が急性骨髄性白血病、3分の1が急性リンパ性白血病と言われている。つまりオールでは小児が多く、アマルでは大多数が成人で、発症年齢中央値が60歳である。慢性骨髄性白血病の発症率は10万人あたり1から1.5人程度。 慢性リンパ性白血病は、白血病全体の1から3%程度で少ないと見られている。しかし、日本では少ない慢性リンパ性白血病は、欧米では全白血病の20%から30%を占めている。また、小児全体では、白血病の発症率は年間10万人あたり3人程度とされるが、小児では、 慢性白血病は少なく5%程度で、小児の急性白血病の80%は、リンパ性であり、男児にやや多い。高齢者人口が1997年より増えた2005年の日本の統計では、高齢化によって白血病も増えており、2005年国立がん研究センターの統計では、日本では年間9000人が白血病に罹患し、 人口10万人あたり7.1人の罹患率となっている。そのうち男性が約5300人、女性が約3700人で、男性の10万人あたり罹患率は8.3人、女性では5.9人となっている。2005年の日本では67万6000人が新たにがんに侵され、人口10万人あたりでは、 年間529人のがん管理率で白血病は全がんの1.3%を占めている。地域別では九州、沖縄で白血病が多いが、これは地域特性のある成人 T 細胞白血病の発症率の差によるものである。骨髄で極めて若い増血細胞の遺伝子に一つ以上の遺伝子異常が後天的に起きて白血病肝細胞が発生し、 白血病患細胞が数千億から一兆個もの白血病細胞を生み出して骨髄を占拠するようになると発症するものと考えられている。白血病患細胞が発生してすぐに白血病の症状が出るわけではない。一個の白血病患細胞はゆっくりとしかし自律的に増加して多数の白血病細胞を生み出していき、その白血病細胞は不死化しているため、 やがて骨髄を白血病細胞が占拠し満ち溢れる。骨髄を白血病細胞に占拠され、正常な増血細胞が締め出されて正常な増血が阻害され、また骨髄に収まりきれず血液中に溢れ出た白血病細胞が各臓器に侵潤して白血病の諸症状が起きる。遺伝子異常が起きる原因として放射線被曝ベンゼンやトルエン。 抗がん剤など一部の化学物質、HTLV ウイルスなどは発症のリスクファクターとされているが、それらが原因と推察できる。白血病は多く一部に限られ、白血病のほとんどは原因は不明である。白血病は、親から子への遺伝もなく、成人 T 細胞白血病をわずかな例外とすれば、うつることもない。ほとんどの白血病は、ウイルスなどの病原体によるものではないが、 例外的に2種類だけウイルスが関わっているものがある。一つは日本で同定された成人 T 細胞白血病で、レトロウイルスの一つ HTLVI の感染が原因であることが明らかになっている。もう一つは、急性リンパ性白血病バーキット型の中で、アフリカなどのマラリア感染地域に多いフード病系と言われるタイプで EB ウイルスとの関連が指摘されている。 細かく分類すると数十種類に及ぶ、白血病では判明している、遺伝子異常の数は多いが、すべての白血病に共通する、遺伝子異常は見つかっておらず、多数ある、白血病の病型の内慢性骨髄性、白血病や、急性前骨髄急性白血病などいくつかの、白血病では、主となる遺伝子異常は判明しているが、大半の白血病では、 多くの遺伝子異常は見つかっていても共通で、決定的な原因となる遺伝子異常は明らかでない。白血病を含む、癌は、細胞の増殖、分化、生存に関わる重要な制御遺伝子に何らかの異常が起こり、癌遺伝子の発現と、癌抑制遺伝子の異常、抑制などいくつかの段階を踏んでん化すると考えられている。一般に、白血病を含めて、 がんは一段階の遺伝子異常だけでは起こらず、何段階かの遺伝子異常が積み重なって癌化するため、若い人では少なく、異常が積み重なる時間を十分に経た高齢者で多い。遺伝子に変化が起きる原因としては、活性酸素、ウイルス、放射線、化学物質などが考えられる。がんを起こす遺伝子異常は、染色体に活性酸素、ウイルス、放射線、 化学物質などが作用することによって発生するが、細胞には遺伝子に生じた異常を修復する仕組みがあり、また修復しきれない致命的な異常が起きてしまった。時はその細胞は死ぬが修復が効かず、アポトーシスも免れるような変異を起こすことがある。そのような遺伝子変異を起こした細胞のほとんどは、キラー T 細胞やナチュラルキラー細胞のような免疫系が、 正常細胞との表面抗原の違いを認識して、破壊するが、遺伝子異常を起こした細胞の中に、キラー T 細胞や NK 細胞に認識される、表面抗原の発現を変化させて、免疫細胞による排除を免れるものがいる。そのような遺伝子異常を積み重ねたのが、癌細胞であり、数を増やして、癌を発症させる。増血細胞が癌化したものが白血病である。 白血病幹細胞を含む、癌細胞は多段階の遺伝子異常を経て発生するが、癌細胞では、アポトーシス制御に異常が起き、アポトーシス抵抗性を獲得する。癌細胞の80から90%はテロメアを、新調させるテロメラーゼが発現し、あるいはテロメラーゼが発現していない癌でも、テロメラーゼの代替経路があり、それによって、癌幹細胞は不死化し、 無限の増殖能を獲得する。白血病における急性、慢性は一般的に用いる意味とは違っている。増血細胞が主要化して分化能を失い、認め目が要弱な血液細胞の形態の白血病細胞ばかりになる急性白血病、白血病細胞が分化能を保っているものを慢性白血病と呼ぶ。慢性白血病が急性化することはあっても、 急性白血病が慢性白血病になることはない。また、白血病細胞の性質が骨髄系の細胞か、リンパ球系の細胞かによって、骨髄性白血病、リンパ性白血病に分類する。このことから主として、以下の4種類に分類される。これらはさらに生物学的な性質から細分される。ただし、これら患者数の多い上記4つ以外にも極めて稀な。 急性混合性白血病や類縁疾患と白血病の境にあり厳密には他の疾患グループに入れられている白血病などもあり、それらを含めると白血病の種類は極めて多い。現在の白血病の治療の基本は抗がん剤、化学療法である。白血病の治療では骨髄移植が知られているが骨髄移植や 再退血移植などの増血幹細胞移植療法は過酷な治療であり、治療そのものが死亡原因になる治療関連死も少なくはない。また肝会に入っていない非期間回帰に移植をしても失敗する可能性は高い。そのために白血病の診断がついてもいきなり移植に入ることはなく、まずは抗がん剤による治療になり、その後は 警戒や予後不良因子によって移植の検討がされる。寛解とは、白血病細胞が減少し症状がなくなった状態。完全寛解とは、白血病細胞が見つからなくなった状態である。完全寛解には、顕微鏡観察で白血病細胞が見つからない血液学的寛解と顕微鏡観察より、 鋭敏な分子学的創作で、白血病細胞が見つからなくなった、分子学的完全寛解がある。症状が出て、余ると診断された時点では、患者の体内には1,012個もの白血病細胞があるが、血液学的完全寛解では109個以下、分子学的完全寛解では106個以下になる。血液細胞の数は、骨髄内の有核細胞だけでも、数千億個は、 あるため、100万個の白血病細胞といえどよいに見つかるものではない。白血病細胞を免疫不全マウスに移植する実験ではたった1個の白血病細胞が白血病を引き起こすことが証明されている。実際にはたった1個で白血病を引き起こせる細胞は白血病幹細胞であるが、病的細胞を1個でも残すと再発の可能性は否定できないため、 急性白血病の治療では、白血病細胞をすべて殺す必要があると考えられている。ただし、慢性白血病を中心に治療を望まずに疾病を抑えつけていくことで、生命予後と QOL の改善を図っていく方法も多い。治療の結果、最も鋭敏な検査法でも白血病細胞が見つからない完全寛解になっても白血病が再発することがあるのは、 骨髄の奥深く日知環境で休眠状態の白血病肝細胞が抗がん剤に耐えて生き延びるためである。再発、転移した白血病細胞は抗がん剤治療をくぐり抜けてきた細胞である。ため非常に治療抵抗性が強く、通常量の抗がん剤療法、放射線とも効きにくいため命を落とす確率が高く、そのため再発した 白血病あるいは経験的に再発が予想されるタイプの白血病では最も強力な治療である骨髄移植や再退血移植などの増血幹細胞移植が適用となることが多い。増血幹細胞移植では致死量をはるかに超えた大量の抗がん剤と放射線によって白血病幹細胞を含めて病的細胞を一気に根こそぎ死滅させることを目指す。 しかし、この強力な前処置によって正常な増血細胞も死滅するため患者は増血能力を完全に失い、そのままでは患者は確実に死亡する。そのために HLA 型の一致した健康人の正常な増血幹細胞を移植し、健康な増血システムを再建する必要がある。白血病の移植では大半を占める、同種移植では移植した免疫細胞による 白血病細胞への攻撃がある。同種移植には時には死につながる大きな副作用もあるが、代わりに万が一前処理後にも生き残った白血病細胞があっても GVL 効果によって排除されることを期待できる。ただし、それでもなおかつ再発することはある。次回移植の場合は副作用 GVHD はないものの GVL 効果は 期待できず白血病細胞の混入もありえるため再発率は同種移植に比べて高く白血病の治療としては次回移植は少ない全処置では患者の免疫を破壊して移植した造血幹細胞が拒絶されない働きもするしかし通常の移植の全処置はあまりに強力な治療であるため体力の乏しい患者や高齢者は治療に耐えられない そのためミニ移植という手段もある。ミニ移植では全処置の抗がん剤投与や放射線治療はあまり強力にはしない。そのために白血病患細胞は一部は生き残る。可能性は高いが GVL 効果を期待する。ただしミニ移植でもかなり強力な治療には違いないためすべての患者が適応になるわけではない。ミニ移植は通常の移植に比べて 移植前処置が軽いということであり、ミニと言っても移植の規模が小さいということではなく、移植後の副作用も小さいわけでもない。ミニ移植では前処置の主たる目的は移植された造血幹細胞が拒絶されないようにすることになる。現在の急性白血病の基本の治療法はトータルセルキルといい、最初に抗がん剤を使用して膨大な白血病細胞を減らして骨髄に正常な。 増血細胞が増殖できるスペースを与え、その後の休薬期間に空いた骨髄で正常な増血細胞が増えるのを待ってから、さらに間欠的に抗がん剤を使用することを繰り返して、最終的に白血病細胞の根絶を目指す治療を基本とする。急性骨髄性白血病では、最初の治療としてアントラサイクリン系抗がん剤3日間あるいは5日間と、 抗がん剤したラビン7日間の併用療法が一般的であるは例外である。アマル M3 については口実。これでほとんどの患者では寛解に持っていける。しかし、血液学的に白血病細胞が見られなくなっても、白血病の大元である白血病間細胞は隠れて存在し、そのままでは白血病が再発するため、 寛解導入療法後に一定期間が立ち正常な増血が回復してきたら隠れた白血病患細胞の根絶を目指す自固め療法を行う。自固め療法ではアントラサイクリン、シタラビンに加え白血病細胞が薬剤体制を持たないように違う種類の抗がん剤を加えた併用化学療法を使ったりシタラビンの大量療法を行い、 通常は1クール4週間程度の地固め療法を34回繰り返し白血病細胞の根絶を目指す。強化療法で白血病細胞の根絶ができたと期待できても万が一生き残っている白血病細胞があると再発する可能性があるため強化療法終了後にも定期的に抗がん剤投与を行い万が一の可能性を抑える維持療法を行うこともある。ただし、 日本では強化療法を十分に行うことにより、維持療法は不要とする施設も多い。完全寛解の状態が5年続けば、再発の可能性は低く、治癒とみなして良いとされている。急性白血病では、急性前骨髄急性白血病のみ、治療法は全く異なり、オールトランスレチノイン酸による分化誘導療法と抗がん剤の併用療法が用いられる。 オールトランスレチノイン酸も与えると、文化障害を持っていた、急性前骨髄急性白血病細胞は、エイトラによって強制的に文化、誘導させられ、継続的に白血病を維持する能力を失ってしまうのである。この薬剤の登場により、M3 はアマルの中で最も汚れ良好な群となった。エイトラ単剤では、再発が多いため、 エイトラと抗がん剤アントラサイクリンを併用した、寛解導入、自我ため、境界治療法が行われ多くの患者が治癒している。エイトラ治療後に、急性前骨髄急性白血病が再発してしまった場合には、基準は違うが、やはり細胞を、分化誘導とアポトーシスに招く、アヒ酸が貯行することが知られている。急性リンパ性白血病では、 白血病細胞はプレドニゾロンによく反応し数を減らし、またアマルに比べて使用できる薬剤は多いが、治療の基本的な考え方は、急性骨髄性白血病と同じである。急性リンパ性白血病の寛解導入では、ビンクリスチンとプレドニゾロン及びアントラサイクリン系、抗がん剤の組み合わせを基本とし、それにシクロホスファミドや、L、 アスパラキナーゼなどを加えることもある。どのプロトコールがいいかは一概には言えず、標準治療は存在しない。寛解導入後に行われる地固め両方も様々なプロトコールがあるが、寛解導入とは組み合わせを変えるのが基本となる。なるべく多種類の薬剤を使用したり、シタロビン大量療法などがある。オールでは、白血病細胞が中枢神経を犯しやすく予防しないと、 中枢神経白血病になることがあり、放射線の頭蓋症者や抗がん剤メトトレキサートの随中あるいはタラビン、などの大量投与などを組み合わせて予防する。小児オールでは科学療法だけで長期生存する確率が高いため、第1寛解期で移植を検討することは少ない。しかし、成人のオールでは再発率が高いため、アマルに比べると第一寛解期での移植を検討する。 ことは多い。移植を行わない場合、オールでは寛解導入療法と地固め療法を数コース水って完全寛解し、一旦退院した後にも定期的に化学療法を行う維持療法を長く行う。成人の pH オールのあるオールはオールの3、四割を占めるが、かつて pH オールは白血病の中でも最も難治な方の一つであった。しかし、 2001年に登場したイマチ2部と化学療法の併用で治療成績は向上し、移植治療と合わせると50%の患者は長期生存が期待できるようになってきている。慢性骨髄性白血病については従来はインターンフェロンが一部には有効ではあったが、インターンフェロンが効かない場合は移植治療以外には単に延命を図るだけの治療しかなかった。しかし、 2001年分指標的薬グリベックの登場で様相が一変した。グリベックは慢性骨髄性白血病細胞において遺伝子変異によって作られた異常な BCRBL 融合タンパクでこのため白血病細胞は自律的に増殖するが異常な細胞分裂を促す。シグナルを伝達するのを阻害する薬で活動している慢性骨髄性白血病細胞にのみに 絞って攻撃し、正常な細胞は攻撃しないので副作用の少ない、画期的な抗がん剤である。慢性骨髄性白血病の BCRBL 遺伝子変異にも様々なサブタイプがあり、中にはグリベックが効かない BCRBL 変異体もあるが、同様な分子標的薬が次々に開発され、BCRBL タンパク T315、 愛変異体という治療抵抗性の強いサブタイプの一つを除いては、慢性期の CML はほぼ抑え込むことができるようになっている。慢性骨髄性白血病では、急性白血病のような急薬期間はなく、クリベックなどの分子標的薬を飲み続けることになる。クリベックなどの分子標的薬に治療抵抗性のある CML、あるいは治療の過程で、 治療抵抗性を持ってしまった CML では増血幹細胞移植が推奨される。また、負荷的な遺伝子異常が起きてしまい、が、球が増加し始めた移行期の治療では、グリベックの増量や他の分子標的薬に変更したり、あるいは増血幹細胞移植も検討する。さらにが球が増えて、骨髄、末梢血中のが球が30%以上になる。急性期では、学球が リンパ系ならば、オールに準じた治療に加えて、分子標的薬を投与し、下級が骨髄系ならば、アマルに準じた治療に加えて、分子標的薬を投与するが、急性期に移行した場合には、抗がん剤も、分子標的薬も有効とも限らず、移植医療を検討する。競技の慢性リンパ性白血病は、進行が緩慢で無治療でも、 展示を全うすることができる患者も少なくなく、病気によって治療手段が違い、リンパ球の増加のみで症状がなく安定している場合は、治療によって生命予防が改善されるとは限らない。そのため状態がリンパ球の増加のみであるならば、無治療で経過観察を行い、病気が進み、リンパ節主大や非観種貧血、 結晶板減少などが現れてくると治療の対象になる。近年では、競技の慢性リンパ性白血病には、進行がゆっくりで無治療で良い群と進行が早く、治療の必要な群のに群があることが判明しつつあり、遺伝子研究が進んでいる。ナショナルキャンサーインスティチュート、スポンサードワーキンググループのガイドラインによれば、 6ヶ月以内に1 0以上の体重減少、強い倦怠感、頭感、発熱などの症状、貧血や血小板減少、著しい皮脂、リンパ節主大、リンパ玉数が2ヶ月の間に50%あるいは6ヶ月で2倍の増加以上のマイナスのどれかが認められた場合に治療を開始するとされている。治療は以前にはシクルフォースファミドが使われていたが、現在では フルダラビン単剤、もしくは、フルダラビンとシクルフォースファミドの併用が標準であり、リツキシュマブの併用も有効性が認められている。ただし、治癒は望めず治療の目的は、病性のコントロールと生存期間の延長を図る、ことである。朝の多慣習、美和血液病学より、白血病の治療では主に抗がん剤を使う。白血病の多くは、 症状が厳しく急を要し難治なので治療も強いものにならざるを得ず白血病細胞が薬剤体制を持たないようにするため抗がん剤は多剤を併用することが標準であるもともと白血病特に急性白血病では正常な血液細胞が減ることが多く感染症貧血症状液出血傾向などが見られるが抗がん剤では 骨髄が抑制されるので感染症、貧血症状、液出血傾向はさらに悪化することが多い。そのために感染症対策や、赤血球や血小板の輸血、時には下流球コロニー刺激因子投与などは重要になる。抗がん剤の副作用は様々であるが、主なものを右に挙げた。急性骨髄性白血病の治療で用いられることが多いシュタラビンでは、 骨髄抑制、大き、嘔吐、下痢、脱毛、肝、腎機能障害などに加えて、シタラビンの特徴として、血膜炎や脳の障害が見られることがある。シタラビン大量療法では、ステロイド転眼薬が必要になる。やはり急性骨髄性白血病で用いられることが、多いアントラサイクリン系の抗がん剤では、骨髄抑制、大き、嘔吐脱毛などの他に、 アントラサイクリン系特有の心臓への毒性がある。急性リンパ性白血病で使われるビンクリスチンでは、抗がん剤に共通する副作用の他に、神経毒性、ひどい便秘や、超閉塞、低ナトリウム血症などの電解質異常などがある。シクロフォースファミドでは出血性膀胱炎が特有の副作用であり、大量の水分の補給で尿を増やし濃度を薄め早く、 薬剤を排出させることが必要になる。また、抗がん剤そのものの作用ではないが、治療開始初期には、抗がん剤によって、大量の白血病細胞が死ぬために、白血病細胞の内容物が血液内に一気に放出され、抗尿酸血症や高カリウム血症、低カルシウム血症などが起き、それによって人不全に陥ることがある。これを主要崩壊症候群といい、 適切な対処をしないと死に至ることもある。また、抗がん剤の代謝、排出器官である肝臓と腎臓に障害があると、毒性は一層顕著になるので、臓器に障害がある際には特に注意が必要である。患者、特に女性患者にとって、切実な副作用は脱毛であるが、抗がん剤治療が終われば、髪は復活する。個人差はあるものの抗がん剤を使用したその日から、 脱毛が始めるのではなく抗がん剤を開始してから2から3週間程度で脱毛は始まる。脱毛は頭髪だけでなく全身の毛でも起こりうるが、抗がん剤治療を終了して1から2ヶ月ほどで毛髪は再生し始め約半年ほどで再生する。再び生えてきた毛髪は抗がん剤治療の前よりは少し細く質も変わることもあるが2年ほどで紙質も元に戻る。 副作用への対策、指示療法従来の治療法は、白血病細胞をすべて殺す、抑えつけることを念頭に置いていたが、白血病幹細胞の研究の進歩及び急性前、骨髄性白血病での分化誘導療法の開発によって治療の考え方が根本的に変わろうとしている。急性前骨髄性白血病での 分化誘導療法では、白血病幹細胞を含めて、白血病細胞を強制的に分化させてしまう方法である。殺すのではなく、白血病細胞特有の性質を除去するのである。現在は、白血病幹細胞の研究が進み、白血病細胞の中でわずかな白血病、幹細胞のみが無限の増殖のお持ち、 末端の白血病細胞は有限の増殖しかできないことが判明している。したがって、白血病幹細胞の除去さえできれば、末端の白血病細胞は残しても白血病はやがて治癒するものと考えられるようになっている。ただし、現在の技術では、末端の白血病細胞よりも、白血病幹細胞を除去する方が難しいが、将来的には、 今のトータルセルキル療法に代わり、白血病幹細胞に的を絞った治療法の開発が本命になっていくと考えられている。下は正常な血液細胞の系列。上が白血病細胞の系列。慢性骨髄性白血病は、増血幹細胞に遺伝子変異が生じて、白血病幹細胞となり、急性白血病では、 線具細胞に多段階の遺伝子変異が起きて、白血病幹細胞になる。急性白血病は、自己複製能力を持つ、増血幹細胞の遺伝子が変化し、正常な分化能の喪失と不死化を得るか、線具細胞に同様の遺伝子以上自己複製能の再獲得があって発生する、白血病幹細胞を元にすると考えられている。正常な増血。 増血幹細胞と潜入細胞を形態で区別するのは容易ではない。急性白血病細胞の増加血液細胞の大元である増血幹細胞は極めて少数で、それゆえに貴重でありその多くは増血幹細胞に一で支持細胞に守られながら休眠している。増血幹細胞は増血が必要な時に目覚めさせられ、二つに分裂し、一つは 元の肝細胞と同じ細胞であり再び眠りにつくがもう一つは分化の道をたどり始めて線具細胞となり盛んに分裂して数を増やしながら分化成熟して極めてたくさんの血液細胞を生み出していく急性白血病においても肝細胞と末端の細胞の関係は同様であると考えられている正常な増血幹細胞もしくは線具細胞の遺伝子に変化が起こり 細胞の分化脳に異常が起き、また細胞に不死化をもたらすものが、白血病患細胞である。正常な増血幹細胞は、ニッチの構成細胞や、増血因子のコントロール下にあり、自律的な増殖はしないが、白血病患細胞は、増血因子の有無に関係なく増殖する。ニッチにおいて正常な造血幹細胞は、ほとんどが、休眠期、細胞周期の G0 期にあるが、 白血病肝細胞においては、正常な増血幹細胞に比べて、細胞分裂の活動期に入っている細胞の割合は高いと考えられている。人の白血病細胞を免疫不全マウスに移植する実験では、ほとんどの白血病細胞はマウスに白血病を引き起こすことはできないが、白血病細胞の中でごく少数の CD34CD38 細胞の一部はマウスに、 人の白血病を引き起こすことができることが分かっている。発言している抗原が CD34 または CD38 の白血病細胞では細胞は有限の増殖しかできないが CD34CD38 細胞の一部では長期にわたって白血病細胞を供給し続ける。この長期にわたって白血病状態を維持することのできる 少数の CD34CD38、白血病細胞の一部が、すべての白血病細胞の大元である、白血病幹細胞であると考えられている。少数の正常な造血幹細胞が、自分自身を保持しながら、極めてたくさんの血液細胞を生み出すのと、同じに、白血病幹細胞も、自分自身を保持しながら、極めてたくさんの白血病細胞を生み出していくので、ある。 ただし、白血病幹細胞から生み出された細胞は決して、正常な血液細胞になることはできずに増殖し、正常な増血を阻害するのである。急性白血病の中には、正常な増血腺具細胞が遺伝子異常とともに、自己複製能を再獲得して、白血病幹細胞が発生するものもあると考えられている。最新の知見では、急性白血病の幹細胞はむしろ、 そのほとんどは造血繊維細胞が遺伝子変異を起こしたものと考えられている。正常な造血細胞に遺伝子変異が起こり、急性白血病肝細胞は発生するが、その遺伝子変異は一段階ではなく、増殖、生存能の更新をもたらす遺伝子変異と細胞の分化障害を起こす遺伝子変異など、複数の段階にわたる遺伝子異常が重なって発症すると考えられている。 細胞の増殖、生存能が更新する変異は、クラス I 変異と呼ばれ、細胞の増殖や生存に関わる、シグナル伝達の活性化から、増殖更新、細胞寿命の更新などが起き、これが、全面に立つと、骨髄増殖性主要様,様の自律的増殖能を、更新する。クラス2変異とされる文化障害が先行すると、骨髄異形成症候群様の細胞形態の、 異常が起き、急性白血病ではこのクラス I クラス2の変異の少なくとも2段階の遺伝子変異が必要である。このクラス I 変異、クラス2変異の遺伝子異常の種類はそれぞれ多様で、なおかつ複数の変異が重複することもあり、さらに不可的な遺伝子異常もあり、白血病に極めて多数のサブタイプがありそれぞれ性質が異なっているのも遺伝子変異の多様性のためである。 慢性白血病でも、増血幹細胞に遺伝子異常が起き、正常なコントロールを脱して異常な増殖をするが、慢性白血病では、細胞の分化能は失われておらず成熟した、多数の細胞を生み出す。慢性白血病幹細胞が生み出す、血液細胞は一見正常な細胞と同様に、見えるが、やはり細かく見ると正常な細胞とは、必ずしも同じではない。 慢性骨髄性白血病において、マウスの正常な増血幹細胞に CML の原因となる、肝遺伝子 BCRBL 融合遺伝子を導入するとマウスは CML を発症する。しかし、増血幹細胞から分化が進み、盛んな増殖能は持つが、自己複製能は失った増血細胞に BCRBL 融合遺伝子を導入しても、マウスは、 CML を発症しないことも分かっている。癌遺伝子 BCRBL 融合遺伝子は、細胞の増殖能力の自律的更新に関わるが、細胞の自己複製能を発現するものではないことが分かる。また、慢性骨髄性白血病が、不可的な遺伝子異常を起こし急性転化した場合、に3の患者では、急性骨髄性白血病、1、3の患者では、 急性リンパ性白血病とどちらの系列にも進むことがあることからも、慢性骨髄性白血病の最初の遺伝子変異が肝細胞レベルで起こっていることがわかる。CML 肝細胞も増血肝細胞と同じく日地環境にあり、その多くは細胞活動が停止した休眠期にあると考えられている。イマチニブなどの BCRPL 蛋白を標的にした。下 分子標的薬は休眠している細胞には届かないと考えられている。症状が出るまでに進行した白血病では短時間で末梢血の白血球や下球の数が増加することが多く、白血病細胞は増殖が早い印象がある。しかし実際には白血病細胞は正常な増血細胞に比べ細胞分裂が早いわけではなく、むしろかなり遅い。 正常な造血細胞と比べ、慢性白血病細胞の分裂には2から4倍の時間がかかり、何反して、急性白血病細胞ではさらに細胞分裂には時間がかかるのである。しかし、正常な造血細胞の細胞分裂の開始は、コントロールを受け、造血細胞が増殖を始めても細胞はやがて分化、成熟して、末梢血に移り、役割を、 果たして寿命を迎え、また過剰に作られた細胞はコントロールを受けてアポトーシスを迎えるので健康人の正常な血液細胞は一定の数を保つのだが白血病細胞はコントロールを受け付けることなく無再現に増殖し、また白血病細胞は不死化しているので最終的には正常な細胞を圧倒して増殖する。このようにして白血病細胞は 正常な造血細胞を圧倒して骨髄を占拠し、さらには血液にも溢れ出てくる段階になると骨髄での白血病細胞の数はすでに膨大なものになっているので細胞一個の分裂時間は長くとも末梢血内では短時間のうちにみるみる白血病細胞の数が増えていくようになる。 健康人の末消血内の白血球総数は80から300億個程度であるが、アマルでは自覚症状が現れ診断がつく頃には骨髄内の白血病細胞は 1kg、数にして1012個にもなるので、その10%が末消血に溢れてただけでも、正常な末消血内の白血玉数から考えると、それは尋常な量ではない。 小児発血病の疫学小児の発血病は、欧米では年間小児10万人あたり4人、アジアではやや少なく、日本では年間10万人に3人程度発症する。日本の小児科では年間700から800人ほどの小児が発血病を発症し小児科で治療を受けている。小児白血病の発症率は成人全体の発症率の半分程度であるが、男児に やや多いのは成人と同じである。小児白血病で特徴的なのは慢性白血病が少なく、ほとんどが急性白血病であり、その80%は急性リンパ性白血病である。成人では急性骨髄性白血病が多いので成人と小児ではリンパ性、骨髄性の割合が逆転している。小児の白血病では、 アマルは年齢を問わず発症しているが、オールでは2から3歳の男子に発症が多い。小児白血病の特徴小児の急性リンパ性。白血病は60から80%が治癒し、小児白血病全体では成人の白血病より予後が良いとされているが、1歳未満の乳児と10歳以上の年長児ではあまり予後は良くない。白血病の原因となっている。 遺伝子変異の種類は多いが、年齢によってよく見られる遺伝子変異の種類は異なり、2から9歳の小児では、予後の良いタイプの遺伝子変異が多く、1歳未満の乳児を除くと年齢が低いほど予後が良いタイプの白血病の割合が多くなる傾向にある。ただし、小児白血病は、予後が良いものが多いと言っても重篤な疾患であることに変わりはない。 小児の急性リンパ性白血病の染色体、遺伝子異常では、高2倍体が20から25%、電話余る1融合遺伝子が15から20%に見られ、この2つの染色体、遺伝子異常による白血病は、予後が良い。逆に予後の悪い染色体、遺伝子異常、あるいは、MLLAF4 融合遺伝子は5%で、あり、中間群は5割弱である。 小児の急性骨髄性白血病では大半は予後中間群であり40から60%が長期生存治癒している。人数的に小児白血病の大半を占める2から4歳児の白血病には予後の良いタイプのオールが多いが全体の中では少数である年長児の白血病では予後の良いタイプのオールの割合は少なくなり10歳以上の白血病は ハイリスク白血病とみなされる。しかし、中には、2から4歳児の白血病でも、予後不良なタイプの白血病もあるので、予後不良因子の見極めは重要である。1歳未満の乳児の白血病は、小児白血病の5から10%であり、MLLAF4 融合遺伝子のあるオールが、約半数に見られ、MLLAF4 融合遺伝子のあるオールは、 極めて性質が悪く移植医療が強く推奨されている。小児白血病の治療小児のオールの治療では、肝解導入療法、生育療法、強化療法、維持療法の4章の治療を行う。肝解導入療法では、プレドニゾロンとビングリスチンの2剤で肝解を目指す。オールでは、中枢神経に白血病細胞が浸潤することが多く、 中枢神経白血病の予防あるいは治療のために、生育療法として、メトトレキサートの随中や大量投与、場合によっては、頭蓋放射線症者などが行われる。残存している、白血病細胞の根絶を目指す強化療法では、多剤投与やシタラビン大量投与などを行い、万が一生き残る、可能性のある白血病細胞を抑えるために、 維持療法として 6MP とメトトレキサートの内服を1から2年ほど続ける。予後の悪いタイプや万が一再発してしまった時は移植医療を検討する。小児では体が小さいので細胞数の少ない再退血や小柄な女性の骨髄でも移植に十分な数の増血幹細胞が得られるので成人に比べるとドナーは得やすい。 小児のアマルの治療はオールほど成績は良くないが、寛解導入は、シタロビンとアントラサイクリン系抗がん剤を用い、強化療法、維持療法で完全寛解を目指す。アマルでは、中枢神経白血病は少ないので予防的な抗がん剤の追虫を行うことは少ない。なお、上に挙げた薬剤は、プレドニゾロン以外は抗がん剤である。 ダウン症症に白血病ダウン症の症には、一過性白血病と急性白血病を合わせると、一般集団の10から20倍ほどの発症率を示す。一過性白血病は、一過性骨髄異常増殖症とも呼び、生後6週間以内の乳児が発症し、類白血病様の症状を起こすが肝避主題、胸水、腹水、ペラーカーディルイフー風アンが主で、リンパ腫肥大。 高度の貧血、出血といった症例は少なく、大部分は、白血病の治療をしないでも数週間から2ヶ月で治ってしまうが、17%は、生後9ヶ月前に死亡するので、肝皮主大が進行して、肝機能不全を伴うような場合は、少量の下ラビンを予防的に投与する場合もある。原因となる異常増殖した、白血球様細胞は必ずトリソミー21で、 小児が正常型の細胞が多いモザイク型のため、表現型にダウン症が見られない場合でも、選択的にトリソミー21の細胞が増殖して、一過性白血病になることがある。急性白血病は、ダウン症の小児に発生するものの大半が、急性巨核が急性白血病であり、異常増殖した細胞に、 トリソミー以外に白血球による様々な染色体異常がある点が一過性、白血病と異なる。急性巨核が急性白血病は、トリソミー21以外の小児には極めて起きにくく、前述の一過性白血病が寛解した小児の1、5が急性巨核が急性白血病になる。治療は、首にアラビノシダセを投与する。3歳以降のダウン小児では、 発症率も傾向も、ダウン症小児と同じになる。子供や若者も発症する白血病だが、やはり高齢者の方が発症率は高い。60歳の白血病発症率は年間10万人あたり5人だが、80歳では年間10万人あたり17人の発症率になる。若年者では骨髄異形成症候群から移行した白血病は10%未満だが、 高齢者では24から56%と高い骨髄形成症候群から移行した白血病は予後が悪い。また、MDS の起用のない高齢者の白血病では若年者の白血病に比べて予後療法因子の白血病は少なく予後不良因子を持つものが多く、なおかつ高齢者では体力や回復力が衰えておりあまり強力な 治療はできないことが多く治療は困難で、未だに高齢者に向けた標準的治療はない。55歳以上の高齢者では移植はできないが60歳以下、あるいは60から64歳程度の比較的体力があるとみられる患者では、一般的な標準治療が選択されることが多く、逆に抗がん剤の強度を増した治療なども、試みられていて効果があったとする報告も見られる。 しかしそれ以上の年齢の白血病患者では、抗がん剤の効果が少ないことが多く、逆に早期の治療関連死は増える。体力のない高齢者では治療関連死が多いため、強い抗がん剤では、減薬して強度を低くし、あるいはハイドレアのような弱い抗がん剤による治療、または支持療法が行われることも多いが、いずれにしても高齢者の白血病では、長期生存率は高くはない。 しかし近年では強度を弱めた前処置による増血管細胞移植が普及し治験が積み重なったことで従来は適応でなかった高齢者も移植の対象になり出している典型的な白血病4分類以外の白血病も存在する細かく挙げると数が多いので特異的なものを一部紹介する各種の癌や血液腫瘍の治療で抗がん剤や放射線治療を行った 数年後に、白血病や骨髄異形成症候群を発症する、可能性が高くなることが知られている。治療関連白血病は、急性骨髄性白血病がほとんどであり、タムルという。治療関連の骨髄異形成症候群は、TMDS というが MDS は、全白血病状態とも位置づけられ、TMDS はタムルに移行することが多く、タムル、 tmds とくくられることもある。非保持近隣パッシュを抗がん剤で治療した後10年間でタムル -tmds を発症する患者は5から8%ほどと見られ、抗がん剤の量や期間、あるいは放射線治療の有無はタムル -tmds 発症の重要な因子である。タムル -tmds は自然発生したアマルや mds に比べ治療の成績が良くはなく、 予後不良であることが知られている。タムルは科学治療で寛解に持っていっても早期に再発することが多く、増血幹細胞移植を積極的に検討する必要があるが、移植の成績も自然発生したアマルに比べると良くはない。抗がん剤もアルキル化薬によって引き起こされた白血病の場合は、 薬剤の投与から白血病発症までの期間は5から7年程度と長く MDS の段階を経て急性骨髄性白血病になることが多く予後は極めて悪い同じ抗がん剤でもトポイソメラーゼ2阻害薬によって引き起こされる白血病は薬剤の投与から白血病を発症するまでの期間は2から3年でアルキル化薬による白血病よりは予後が、 まだしも良いが、やはり難治である。また治療関連の CML や、オールも、タムルほど多くはないが報告されている。治療関連の CML は、タムルほどには、性質は悪くはないとされている。ほとんどの白血病はウイルスが原因ではなく移る、こともないが、成人 T 細胞白血病は極めて例外的な、白血病である。成人 T 細胞白血病は、 リンパ種の病形を示すこともあり、成人 T 細胞白血病、リンパ種とも呼ばれることがある。日本に多く、1977年に日本人によって初めて報告された疾患であり、日本で最も研究、解析が進んでいる。HTLV-1 ウイルスによる白血病で、病形は急性型、慢性型、リンパ種型、くすぶり型と症状、 病態の違う発言をする。HTLV-1 ウイルスの感染及び成人 T 細胞白血病の発症は地域差があり、世界ではカリブ海諸国、アフリカ中部大西洋沿岸諸国及び日本で見られ、特に西南日本、とりわけ南九州と西九州で多い。HTLV-1 ウイルスに感染してもほとんどの感染者は 一生の間、白血病を発症することはなく、HTLV-1 ウイルス感染者のうち1、生涯で、白血病を発症するものは数、数パーセントである。日本では100万人以上のキャリアがいるが、成人 T 細胞白血病の発症は、年間600から700人程度であり、出身別では、九州出身者が7割を占める。ATL は、日本の本州では、 年間人口10万人あたり0.2から0.3人と稀な病形だが、九州では人口10万人あたり2の3人で、急性骨髄性白血病より若干多く、白血病の病形の中で最も多い。HTLV-1 ウイルスの感染ルートは、輸血、成功による感染、母乳に限られ、現在では輸血用血液は、 検査されており、母子感染を別にすれば、HTLV-1 ウイルス感染者が近くにいても HTLV-1 ウイルス感染者と成功さえしなければ移ることはない。成功で感染するため、ウイルス感染率は年齢が上がるほど上昇し、特に女性の感染率が上昇する。母子感染は人工ミルクに切り替えることで防げる。 ウイルス感染から白血病発症まで極めて長い、時間かかり、そのため乳児の時にウイルスに感染しても成人 T 細胞白血病を発症するのは成人になってからであり、日本においては成人 T 細胞白血病患者の平均年齢は61歳である。症状は様々であるが、リンパ節主張、感染症による症状、皮膚病変などが多い。 急性型では白血球が増加し、平均で5万6千ミュエルになり、成人 T 細胞白血病の白血球は核に深い、切れ込みが複数入って、鼻のような核の特徴的な形状になり、鼻細胞やフラワーセルという。リンパ子型では、末梢血や骨髄での白血球増加は目立たず、リンパ節主張を特徴とする。慢性型特ぶり型では、おとなしく、 緩やかな経過をたどるために、すぐには治療を行わずに経過観察することが多い。急性型とリンパ腫型では、極めて多種類の抗がん剤とプレドニゾロンを組み合わせる治療が行われる。若い患者では、骨髄移植などの増血幹細胞移植も検討される。ヘアリーセル白血病は分化の進んだ B リンパ急性の白血病、リンパ増殖疾患で、 その細胞は毛を生やしたような細い突起が多数ある極めて特徴的な外観をしている。欧米では全白血病の2から3%を占め、それほど珍しい白血病ではないが、アジアやアフリカでは極めて稀な病形である。男性に多く患者の平均年齢は50から55歳で中年以降に多い。皮脂と半血球減少が多く見られ、 血球が減るだけでなく、免疫を司る細胞に異常が多く、通常の感染症だけでなく、否定系抗酸菌や仮に肺炎、心筋症等の免疫不全による日和未感染が多く、感染症が死亡原因で目立つ疾患であるが、悪性度は低く進行がゆっくりで、経過観察で良い症例も多い。HCL は、異創顕微鏡で見ると白血病細胞が得意な、 携帯を取るので診断はしやすい。治療はインターフェーロンやプリンアナログが直行する。日本ではヘアリーセル白血病は極めて少ないが、日本のヘアリーセル白血病には日本型というローカルなア系が存在し、日本のヘアリーセル白血病患者の中では日本型が大半を占める。ヘアリーセル白血病日本型は患者の平均年齢が64.9歳と高く、 普通の HCL が男性に圧倒的に多いのに比べ、日本型は女性にやや多く、白血球は増加していることが多い。日本型はインターンフェロンの効き目も良くない。白血病は細胞の性質によって骨髄性とリンパ性に分けられるが、稀に白血病細胞の細胞系列の、はっきりしない、白血病がある。 系統不明な白血病には骨髄系白血病細胞とリンパ系、白血病細胞それぞれの2系統の細胞集団が同時に現れるものと一つの細胞に骨髄系リンパ系の両方の特徴が現れるもの、白血病細胞に一切の分化傾向が見られない急性未分化型白血病などがある。アマルで最も未分化な際未分化型急性骨髄性。 白血病でさえ骨髄系細胞の証であるんぽは、光学顕微鏡では認められないが、電子顕微鏡レベルでは認められたの手段でも、骨髄系と判明するが、急性未分化型白血病の学級では、骨髄系の抗原の証であるんぽが、電子顕微鏡レベルでも陰性であり、他の手段でも骨髄系への分化傾向は認められず、なおかつリンパ系の抗原も一切発現していない。 白血病細胞の分化が肝細胞に極めて近いところで止まってしまっている細胞であると考えられる。急性未分化白血病は肝細胞白血病とも呼ばれ、その白血病細胞の性質はほとんど肝細胞と同等の性質を持っている。逆に言えば、急性未分化白血病以外の白血病の細胞は、 わずかではあり以上でもあるがいくらかは分化したところで分化が止まった細胞であり、またその分化の方向で細胞の性質もある程度違ってくる。これら系統不明の白血病は極めて稀であり、分かっていないことが多いが一般に予後不良と言われている。白血病は骨髄で白血病細胞が自律的に増加する疾患であるが、一部では例外的に 学級割合は増加し形成は見られるが、絶対数は減少することもある。骨髄での学級の絶対数が少ない定型生成。白血病は、白血病の定義からすると得意な病形であり、ファブ分類でもフー分類でもカテゴリーになっていない。しかし、フー分類では言及されている。骨髄の細胞密度が20%以下で学級が20%以上、かつ、 CD34 陽性細胞が明らかであることで、この病形は定義されている。本来白血病とは、正反対の疾患である再生不良性貧血に非常に似ているが、再生不良性貧血と違って、学級の割合の増加が認められる。主に高齢者のアマルで見られるが、強い治療はできず、したビン症療,療療法が良いとされている。白血病自体、 単一の疾患ではなく、その原因遺伝子、病態には様々なものがある。さらに白血病の類縁疾患は数多くあり、その多くでは白血病と類縁疾患の境目は明瞭ではないため、いかに簡単に類縁疾患について記す。骨髄異形成症候群は多くでは貧血を伴う増血障害と細胞の異形成を特徴とする血液疾患であるが、 MDS の一部では骨髄においてが球が増加していることがある。学級が増加しているものは全白血病状態と位置づけられ、学級比率が20%を超えると急性白血病と認知されるようになる。この全白血病状態の MDS の細胞では遺伝子異常によって細胞の分化障害が起こっていて、学級比率の増加が生じているが、 これに、さらに自律的増殖能力や不死化が加わると二次性の急性骨髄性白血病になると考えられている。悪性リンパ腫は白血球の一種リンパ球が悪性腫瘍化してリンパ組織での腫瘍的異常増加をきたす疾患だがリンパ系白血球が腫瘍化した細胞が骨髄で増加するリンパ系白血病の細胞と悪性リンパ腫の細胞に 免疫学的形質や遺伝子異常に本質的な差はないとされている。悪性リンパ種で主要細胞が末小血中に出現しさらに骨髄に主要細胞が移動してそこで増殖を始めると白血病の定義を満たしてしまい白血病と言えてしまうこととなる。悪性リンパ種と白血病が区別できなくなると非常に困るのでそのような病態を悪性リンパ種の白血化と呼ぶことと なった。しかし、リンパ球には、リンパ節という増殖を行える期間があるため、非常に病態の解釈が難しい。骨髄で、リンパ系の白血病細胞が発生して、白血病となり後に、リンパ節に浸潤したのか、リンパ節で細胞異常が起こり、それが白血化し、骨髄浸潤をしたのを確別できなくなるのである。例えば、慢性リンパ性白血病と、 小リンパ急性リンパ種の細胞は本質的に同じものとされ、同じように、急性リンパ性白血病であるセング B 細胞リンパ、が急性白血病とセング B 細胞リンパ、が急性リンパ種の細胞にも本質的な差はない。したがって、免疫学的形質や遺伝子異常に基づく分類を重視する風では、リンパ性白血病とリンパ種はリンパ系腫瘍としてくくり、 リンパ系腫瘍の中で腫瘍細胞の増殖の中心が骨髄にあり骨髄での学給比率が25%以上なら急性リンパ性白血病25%以下で増殖が主にリンパ節で行われるなら悪性リンパ腫とするに過ぎず風はリンパ系腫瘍ではリンパ系白血病と悪性リンパ腫をあえて区別すべきものとはしていないしかしながら証拠的には リンパ系白血病とリンパ種では明確な差があり、リンパ性白血病と悪性リンパ種を一括りにすることは、臨床的には必ずしも受け入れられているわけではなく、むしろ急性リンパ性白血病は、急性骨髄性白血病とともに、急性白血病でくくった方が、臨床的には馴染みやすい。多発性骨髄種という骨髄で、リンパ球形細胞の形質細胞が主要化して、 増殖するのにもかかわらず、臨床症状から、リンパ腫とも白血病とも区別されている疾患もある。正常であれば、炎症の局所やリンパ節、扁桃、脾臓といった、いわゆるリンパ組織に分布する B リンパ球が分化した、形質細胞が主要化したものであるが、不思議なことに、リンパ組織ではなく骨髄及び骨に積極的に浸潤する。 リンパ種という段階が生じているのかも不明である。また、慢性骨髄性白血病などと同じ、骨髄増殖性疾患に属する新生多血症や、本体性血小板血症、骨髄性維症も、主として増加している血球は白血球以外であるが、その本質は、慢性骨髄性白血病などと、 同じく増血幹細胞レベルでの遺伝子異常による細胞の増殖能の自律的向上であると考えられ、一般的には白血病とはされないこれらも講義には白血病の類として扱われることもある。広島大学原爆放射線医科学研究所、鎌田奈々男らの1978年の研究によると増血幹細胞に生じた。 染色体の突然変異によって1個の慢性骨髄性白血病の幹細胞が発生し、たった一つ発生した白血病幹細胞が6年後には、末小血での白血玉数が1万個、ミューエルになるまで数を増やす。血液分割では抗炎気球が増加し、抗中球と、時には抗酸玉も増加する。白血玉数が2万個、ミューエルを超えると、打球も出現して、 慢性骨髄性白血病の状態が明白になる。1945年、広島と長崎が原子爆弾で被爆したが、その放射線被爆者では5年後の1950年から10年後の1955年にかけて慢性骨髄性白血病の発生頻度が著名に増加した。被爆した放射線量が 0.5G 以上の放射線被爆者では、 通常の数十倍の慢性骨髄性白血病の発生が記録され、原爆の被爆から5から10年後に発症はピークを迎え、その後には発症率は急激に低下し、通常レベルになっている。大まかな推移。稲葉都市や放射線がんにおけるエピゲノム制御以上の役割及び放射線影響研究所の HP をもとに作成。 放射線影響研究所の調査では、全白血病では、原爆被爆後6から8年の間が発症率のピークとされる。放射線影響研究所の詳細なデータは1950年の国勢調査から始まり、それ以前には推計もはいるが、被爆2年後から白血病は増え始めていると考えられている。放射線影響研究所が被爆者、 約5万人を1950年から2000年までの50年間観察したところ、被爆者5万人50年間の中で204人が白血病で死亡し、それは自然な白血病死亡率と比べて46%の過剰発生であった。当然、被爆線量が多いほど白血病での死亡率は高く、1G 以上の被爆者では約2700人中56人が 放射線が原因の白血病で亡くなったと考えられ、0.005から 0.1G の被爆者、約3万人では、白血病での死亡は69人。その中で放射線被爆していなくても発症。死亡したであろう自然発生率を勘案して除去した、過剰発生は4人とされている。被爆者の白血病は、アマル、オール、CML で顕著であり、CLL は目立たない。 原爆による放射線被爆による白血病と癌の発生の違い広島、長崎の被爆者の白血病と白血病以外の癌、悪性腫瘍では過剰発生の傾向は異なる。前述のように放射線影響研究所の調査では、慢性白血病と急性白血病の合計である全白血病では、被爆から6から8年後が、 ピークでその後は緩やかに発症率は下がっているが、白血病以外の癌の過剰発生は被爆後10年を経て、目立つようになりその後も、年々過剰発生は増え2010年現在でも、過剰発生の状況は続いている。一つの理由として、白血病では、染色体の点座や逆位などで、キメライ電子が形成されて発生するものが多い。 ガンでも白血病でも一つの遺伝子異常だけでは、ガン化はせず何段階かの遺伝子異常が重なって、ガン化するが、白血病に多いキメラ遺伝子のような大きな遺伝子、異常ではガン化に必要なステップは少なく、放射線被曝によって最初の大きな遺伝子異常が起きると、白血病発生に必要な残りの遺伝子異常は少なく、遺伝子異常が積み重なるために必要な時間は少ない。 しかし、白血病以外の癌では、小さな遺伝子変異が数多く積み重なって発生するものが多いので放射線被曝によって遺伝子異常のファーストヒットが生じてもそれに多くの遺伝子異常が積み重なる時間が必要なため、放射線被曝から癌発生まで長い時間が必要になると考えられる。国連によって設置された原子放射線の影響に関する 国連科学委員会の2008年の報告では、チェルノブイリ原発事故において放射線、汚染除去作業者の中での抗線量被爆者では、白血病発生が見られるとされている。また、チェルノブイリ汚染地域の一般住民では1986年の事故発生日から数週間以内に生産された牛乳を飲んだ子供たちに、甲状腺がんが効率に発生していることは、 判明しているが、白血病に関しては、チェルノブイリ予選地域の一般住民に、明らかな白血病発症率の増加の証拠はないと、している。また、同じ報告書で、原子放射線の影響に関する、国連科学委員会は、地域一般住民は放射線被曝による、健康被害を心配する必要はないと、結論づけている。チェルノブイリ原発事故では作業員を除く、 地域住民には明らかな白血病の増加の証拠は見つかっていないが、1956年に停止されたロシアのマヤーク核兵器生産路では作業員だけでなく、周辺住民にも白血病の増加が観測されている。ロシアのマヤーク核兵器生産路では、核兵器用のプルトニウムを生産していたが、プルトニウム生産過程で生じたストロンチウム90が、 周辺環境に放出されている。チェルノブイリで主に問題になった放射性要素は工場腺に溜まるために工場腺がんが増加したが、マヤーク核兵器生産路で放出されたストロンチウム90はカルシウムと科学的性質が類似するため骨に集まる性質があるので白血病の増加は予想されていた。マヤーク核兵器生産路の作業員及び 周辺住民では1953から2005年の間に93人が白血病になり、明らかに放射線被曝量が多いほど、白血病リスクは高くなる。ストロンチウム90による過剰相対リスク R は 4.9G で、つまり被曝量 1G あたり白血病のリスクが5.9倍になっている。医療行為でも強直性脊椎炎患者で脊椎に、 放射線照射を受けた者、子宮頸癌に対しての放射線治療で骨髄に放射線を浴びた者では数年後に慢性骨髄性白血病の発症率が高くなっていることが報告されている。ただし、これらの放射線被曝量は日常生活ではありえない放射線量であり、これらの放射線が原因と思われる慢性骨髄性白血病は 慢性骨髄性白血病患者全体の中では例外と言えるほど少なく大半の慢性骨髄性白血病の発生原因は不明である。航空会社国際線のパイロットや客室乗務員は地上に暮らす一般人よりも多くの自然放射線を浴びている。地上の一般人に比べ特に中性子線の被曝量が多い。その被曝量は年に3から6ミリシーベルト程度と 推定されている。彼らの白血病リスクは増大しているとの報告もあるが、しかし症例が少なすぎて、被爆線量と発症リスクの相関を示せるほど、はっきりしたことは判明していない。また第7染色体以上の発生例も報告されているが、やはり症例が少なすぎて、被爆線量と発症リスクの相関は明らかではない。 アメリカ医学会での1944年と1950年の報告では放射線会はそれ以外の診療科の医師に比べ白血病死亡率は10倍高く、イギリスでも放射線防御の意識が低かった1921年、以前の放射線会ではがんによる死亡率は明らかに高いことが報告されている。ただし、放射線防護対策が確立した九百五十年以降では、 放射線医の白血病発症が多いというデータはなくなっている。医療制度は各国で様々であるが、移植医療を支える骨髄バンクや再対決バンクは先進国を中心に世界約5 0カ国にあり、2012年現在、世界的な骨髄ドナー検索システムが構築され、骨髄に関しては48カ国66の骨髄バンクが参加し、 登録ドナーは1875万人。再対決でも29カ国から43の再対決バンクが BMDW に参加し、登録された再対決のストックは51万本になっている。BMDW で検索された骨髄血や再対決の提供や品質管理などで国際間で協力する組織としてはザワールドマロードナーアソシエーションがあり、 やや古いデータであるが2004年の世界の骨髄移植ではその1、3は国境を越えて提供されたものである。白血病は厳しく難しい病気ではあるが治療費助成のある特定疾患には指定されていない。しかし18歳未満の小児白血病には小児慢性特定疾患治療研究事業によって保健福祉事務所あるいは保健所に必要書類を添えて 申請すれば自治体による助成を受けられるので、小児白血病の治療費の患者負担は大きくはない。さらに治療費の助成だけでなく、小児白血病では、所得制限などの条件があるが特別児童、扶養手当や財団法人がんの子供を守る会などの経済的支援を得られることもあり、あるいは企業による CSR 活動などもある。なので、小児白血病では、 各種の制度を活用すれば保護者の経済的な負担は大きくはない。成人の白血病の治療費は高額になるが、日本の健康保険では高額療養費支給制度を利用できる。移植が必要な患者には骨髄バンクや各地に設けられた再対決バンクなどの巡公的な組織が患者の移植の支援のために活動している。2011年末時点では骨髄バンクでは 約40万人のドナー登録があり、再対決バンクでは3万本のストックがある。白血病患者が日本骨髄バンクを利用する際の患者負担金については、前年度の所得税額が一定額以下の場合には一部もしくは全額が免除される仕組みもある。日本人は民族的に遺伝学的な均一性が高く、そのために日本人同士で、 HLA 型が一致する確率が高く、2004年の数字では、世界で750万人の骨髄ドナーがいる中で、日本人の骨髄ドナーは18万6千人と、少数であったにもかかわらず、2004年時点で、移植の総件数でも、人口あたりの移植数でも日本は、世界、第2位であった。しかし、登録ドナーが40万人を超えた2012年現在でも、すべての患者に、 ドナーが見つかるわけではない。白血病は人間ばかりでなく多くの哺乳類、鳥類がかかる。家畜やペットでは牛、馬、羊、ヤギ、豚、猫、犬、鳥などで見られる。家畜、ペットでは、リンパ性白血病が多くウイルス感染によるものが多い。犬では、人間と同じく余る、オール、稀に CML、CLL が見られ、その多くでは原因は不明である。 猫では、余るのに、三、オールのほとんどが、猫白血病ウイルスによるものであり、MDS やリンパ腫も多く、それらもフェルブが原因である。犬でも猫でも、人間と同様に、化学療法治療が行われるが、ほとんどは4から6ヶ月以内に死亡する。牛にも白血病はあり、生牛型と散発型があり、生牛型はウイルスによるものであり、散発型は原因不明である。 生牛型は牛白血病ウイルスによるもので潜伏期間が長く生牛になってから発症する。牛ではウイルス蔓延を防ぐために病牛は治療をせず数週で死亡する。馬ではリンパ腫は散発的に見られるものの白血病は少ない。犬、猫では白血病やリンパ腫の治療に骨髄移植も試みられている。犬の骨髄移植では GVHD が重く死亡例が多い。猫では、シクロスポリンなどの免疫抑制を行うと、成功率は高く、GVHD も軽めである。ありがとうございます。